笹効果は日本の作曲家である。本名は笹一郎。作詞も行った作品があり、歌劇の台本も書き、グラフィックデザイナーでもあった。1886年7月15日、東京府東京市下役根岸市に生まれた。暮花が4歳の時、一家で横浜市に転居、旧姓、横浜小学校、旧姓、神奈川第一中学校を経て、 浅草区倉前にあった旧姓、東京高等工業学校工業図案課に進学した。同校の工業図案課は、1914年に廃止され、空白期の後1921年に創立された、東京高等工芸学校を経て、現在の千葉大学工学部デザイン学科に引き継がれた学科である、小学校時代からの音楽好きが講じて、初めは、 東京音楽学校を受験したが、試験には受かったものの父親の意見で高校に行ったのだという。しかし、この時期の自身について、暮れいかが晩年に地元紙に書いた七代目松本幸四郎についての記事がある。高麗や松本幸四郎の別荘が寄居の鈴目宮公園にあったという話はもう一つの語り草に終わっているようだ。私は蔵前の学生時分当時、 ワグネル・ソサイティに集まる慶応ボーイなどと共に、孔子郎がまだ、駒蔵と言っていた頃のこと、ハイからハンサムだった彼の演ずる、珍妙な和製オペラの、助演歌手として、歌舞伎座へ25日ぶっ通しで通い詰めた、それが起演で、孔子郎マニアになって、今でも、私の床の間には八代目男十郎に噴した、孔子郎の墨押しがかけてあるが、その楽観には、大正公演九月を定撃七代目、 松本光四郎を勧めてえ、と記してある。先北新聞昭和27年1月サザによる図案、日本蓄音機紹介新聞広告。高校を卒業すると、東京市内の印刷会社に就職、音楽への思いを断ち切れずにいたが、次に勤めた日本蓄音機紹介では、図案室に入り、当時ビクターの商標であった、犬が蓄音機に耳を傾ける図案に対抗し、耳に手をかざして、 蓄音機に聞き入る大仏のマークを作成。当時、大仏はそんなに耳が遠いのかとの評判が立ったという。これは、日本蓄音機紹介の商標となった。またレコードのポスター等のグラフィックデザイナーとしても、頭角を表していった。音楽の面では、当時の雑誌の記事などを見ると、日本蓄音機紹介の事務所を除くと、 ひたすら洋楽のレコードを聴きながら五千紙に写し取る、くれないかの姿が見て取れたという。1913年には、茶目子のついたち、目なしだるま、かさちゃんの絵本などのおとぎかげきの作詞、作曲をして、当時の山手の上流階級に、蓄音機を売ろうと目論んだ、同様作家。その後の1917年10月、石井清らと共に、東京かげき座を、旗あげ、 自身の手によるミュージカルカフェの夜を浅草公園ロックの日本館で公演浅草オペラの講師となる1921年には同年3月奈良県生駒郡生駒町に落成した生駒劇場に生駒歌劇団を結成同年8月に第1回公演を行い生駒歌劇技芸学校を創設したがこれには失敗し同年10月には解散した 1923年9月1日の関東大震災で浅草オペラが衰退すると1929年に日本ビクターに入社、同社では君子石、ギオンコウタ、何はコウタ、当陣・のお吉などをレコード歌詞ヒット作を出す。特に当時の異色の歌手、二村定一を採用したレコード吹き込みは単なる作曲家としてのくれないかではなく、 プロデューサーとしての才能を、いかんなく、発揮、一世を風靡した時期であった。その後、日本ビクターから日本コロンビアに移籍、今でも日本各地に残る、ご当地ソングの走りとしての新民用の、民用作家、映画音楽、舞踊歌を作曲し、生涯に約2000曲を作曲したという、レコードだけでも記録に残るもので770曲ある。1931年、 埼玉県大里郡より井町より井玉淀に、すきヤづくりの新居を建築し始め、翌年から住み始める。枕流層、うつろうて、京帝とゴす完成するまでに5年とも6年とも言われているが、実際は、なお未完成である。京邸の設計図は、暮れないか自ら引き、現場の監督までした。1961年1月18日、よりいの自宅で死去した。 1 7 4歳没。この年の暮れ、フランク長井によるリバイバル曲、君恋しが第3回日本レコード大賞を受賞した。旧サザ邸である K 亭は、サザの没後、活放旅館として営業を開始、サザの幼女、サザユギコがお上を務め、2015年6月現在も営業を行っている。サザの幼女の夫は、映画監督、演出家の清島敏則である。 2011年末日をもって著作権法の定める著作権保護期間が満了したためサザの著作物は日本国内においてはパブリックドメインの状態にある日本音楽著作権協会も2015年9月現在すでにサザの著作物の著作権は消滅したものとして取り扱っている以下ビクターレーベルササ効果作品発売レコード目録一家 井上歌謡ライブラリー作成、佐々木保存リストによる、東京国立近代美術館、フィルムセンター等の所蔵状況についても記す、東京都台東区谷中、妙雲寺、同時改築により、墓所を移動したため、現在の墓は二代目である。紅れ先生は、明治19年7月15日東京根岸に生まれ、神奈川県立市中倉前高校を終え、 日本畜音気象会広告図案部に入社後、大正中期浅草金流館に自作オペレッタを上演して、浅草オペラ前世時代を築いた昭和初期ビクターに次いでコロンビアに移る、その間に幾多の歌謡曲を発表昭和七年民はゆなる、風光と素朴なる、土地柄を愛して埼玉県よりいだまよどの地に自らの設計になる住居を新築した昭和十一年以降は、 主として、舞踊子歌の作曲と、日本の音楽理論の執筆に専念したが、昭和36年1月18日自宅に、英民代表作君故意し、何は子歌疑音子歌当人、お吉の歌は、流行を超えて、普及の名曲としてその名を欲しいままにして、昭和36年11月京都市と、京都新聞によって、演山公園に、祇音子歌歌曲碑が建てられ、 同年12月には君小石が1961年度の日本レコード大賞受賞の境に輝いた昭和44年初秋ア地、石澤義雄が来、ありがとうございます。